づきが全然しなかったのでこのまんまですけどね。21歳になりました。これは今日は4日ですかね。ね、そうです、そうですって、私そうです。使い回し。飾り、それこそお主のワンピース、ワンピース見つけちゃった。21毎日アイドル、あと1日で1500日ですか。バーやーなげーよ。どうしよう、ちょっと半端じゃない数の風船がある。ありがたいですけど、ちょっとこれ取りたいな。ありがたいですけど、こんなのもいただきまして、小さくなるまで待つのかな。あのパーンってしてもいいんですけど、このねキラキラが入ってるやつとかが飛び散っちゃうと、またまたそれはややこしいややこしいになりますので、どうしようか思い中ですけど、これでもさプスッで穴開けてさ、シューってやったらいけそうな気がする。疲れスタンプありがとうございます。もう本当に溢れんばかりの、見えてないでしょうけど、あふれんばかりのこれ、この辺すくっただけで絶対こうきますから、こんな感じで、ね、これはどうしましょうって、
めっちゃあるの。昨日は夢の国でした。ここはうん、寝起きか、寝てはないんですけど、めっちゃ疲れました。誕生日早々、21歳早々か。充電しなんとやばいです。嫌でした。先ほどのあつこさんの配信をお聞きしました。あら、ほんとお寿司とか食べよっかみたいな感じだったんですけど、なんせ夕方ぐらいに、夕方お昼か、なんかめっちゃ食べたんですよ。あの、なんちゅうんやろ、それこそあつこたちが予約してくれて、なんか和食のお店、抹茶のお店か、渋谷に抹茶のお店があって、抹茶の和食、違う、なんか抹茶塩とかがあるっていうねやつのところでやっていただいて、ご飯を一緒に食べて、そう、予約していただいて、抹茶のブリュレとかもね食べました。ブリュレパフェ美味しそうだったんですけど、じゃあ美味しかったんですけど、それでめっちゃお腹いっぱいになって、なぜか本当に配信がね4時から、違う、5時から6時半まであったんですけど、6時半以降本当にお腹が空かなくて、そうで、みんなでお酒を飲みながら過ごしました。今はお腹空いた、私最近クラムチャウダーにハマってて、クラムチャウダーっていいですよね。あ、お花飾らないと、私は最近はね、最近はというかずっと好きなのはウイスキーの紅茶割りです。ウイスキー、ウォッカ、ウォッカかな、ウイスキーかな、ウイスキーって書いてた気がする。ウイスキーの PDF 読み込んだけど、普通に写真で撮った方が画質良かった、色がめっちゃ良かったから写真の方にしました。マッコリね、なんかお酒したやつのを飲むっていう、私別にお酒でもお酒じゃなくても水でも飲み物っていう捉え方をしてるので、あの甘い飲み物、お茶、甘い飲み物かお茶か水かっていう三択しかないんですよ、私の脳内の中では。そうで、
お酒かみたいな。そう、でも別にその飲み物っていう類だから別にお酒を飲もうがお水を飲もうがお茶を飲もうが甘いものを飲もうが別にお酒を飲む必要性をねがあれなんですよ。ウォッカはアルコール度数むちゃくちゃ高いが危険。ウイスキーです。ウイスキーのなんか赤いやつ赤いやつ、ウイスキーのメーカーズマーク、メーカーズマーク、メーカーマーカーみたいな、マーカーズみたいなのありますよね。あれがね紅茶と合うって調べてこうあったので、やっぱり調べたら、だからそれを、それです。パーティーレイクのショット系はテンション上がるから好きでも私たちは昨日は、あの私がね寝る前によく、寝る前にメーカーズマークかな、赤い蓋、そうメーカーズマークですを、あの紅茶と割るんですよ。そう、美味しいよね。で昨日のね、私のこれ、これをね、このライトを、え、めっちゃ可愛いとか言ったから、じゃあこれとろうそくと、ハツカがくれたランプ、ランプをくれたんですよ。めっちゃ可愛いやつだから、ランプつけてエモ返しようって、エモ、エモくというか、いつもこれで過ごしてんだよね夜みたいな。本当にこれで光るんが言ってた、光るんが言ってたね、それ何を言ってたの。そう、スネスさんハートありがとうございます。適度なお酒は眠りを誘うので陽気私はね眠くなるんですよ、お酒飲むと眠くなる。お酒弱いですね、弱い、顔が赤くなるのが嫌なので、そう嫌だから、酔うと可愛くなる、それはそう。酔った時の目が一番可愛い目をになると思うっていうのは最近気づいた。やっぱり酔うと目が決まりますよね決まってるよね。友達とかもみんなさ酔うと目が決まるじゃないですか、酔うとずっと割れてそうなイメージ。いや私さ、こんなさこう喋ってるけどさ、あの仲いい人の前でもマッチで喋んないんですよ。あのこう喋るという行為、自分が喋りたいと思って喋るのは、まあ、よくあるんだけど、宇多田と吉田に聞いたら分かると思うんだけど、本当に無口、なんか本当こんな感じ。って感じそう、マジでこんな感じって笑って
かん、私レッドブルも苦手なんですよ。そう、炭酸がちょっと苦手なんです。だからそう、だから発泡酒みたいなやつとか、ちょっとなんかお腹が本当に半缶でお腹が膨れるんですよ。炭酸苦手なのかもういいってなるから。ヒカルンが言ってたの、弱い、ん？ユウと甘えん坊、甘えん坊にはならないと思います。可愛くなる、ありがとう。話さなくてもがましていい関係。ハイボールはやっぱ発泡酒じゃないですか。そうだから、ちょっとね、なんかあのそのなんかシュワってやつがちょっと苦手なんですよ多分。だから本当に全然お酒が進まなくて、発泡酒とかだと。そう、お酒というか普通に私食事中に全く飲み物を飲まないんですよ。結構マジで全部食べ終わってからゴクゴクって感じで。そう、舞台中もね、水飲まないで死なないね、よくって話題になったぐらい。しーちゃんがいつも2リットルペットボトルを抱えて朝来るんですけど、3期のキクちゃんのしーちゃんが。そう、私ほんとこの500ミリだっけ、普通の通常熱、あれめっちゃ余るんですよ1日で。ワインは白ワイン、私美味しい、もう贅沢なっていうか分かんないけど、美味しいワインしか飲めないの。これはマジで、あのなんかそのお高く泊まってるとかじゃなくて、マッチでいいお値段のワインじゃないと美味しくないじゃないですか。ちょっと、うん、まあお酒だね感じじゃないですか。お酒だね。じゃなんかなんて言うんだろう、ちゃんと美味しいワインわかる？なんかカタカナワインじゃなくてもワインって感じの。わかるかな？わかる人いますか？甘い気がする、辛い気がする、気がするんよ。食事中にジュース飲みつなすよね私。そう、だから美味しい白ワインを、私白ワインが好きなんですけど、美味しい白ワインあったらぜひ教えてください。確かにね、待って、何しようとしたんだっけ。ご飯食べながらコーラ、え、すっごいね。って言うなら私全然ドリンクバーとか飲んじゃうけど。じゃあランキング変えます。13位つむじゃかてさん、12位つべるちゃん、かいちゅうさん、みみさんのは、11位よんみんさん、みさんのは、10位えすなしさん、9位まさとしさん、8位よこよしさん、7位ハリーベルさん、6位けんちゃんさん、5位ジョークスノーさん、4位しっぽさん、3位すしさん、2位あめさん、1位えんちょさんでした。でもね、友達のママがおごってくれたスパークリングワイン、光るやつ、そこが光るやつ知ってますか？
カレーズ、あれ美味しかったな。ちょっと何だったか覚えてないけど、あるんですよ、光るやつが。で、おごっていただいたんですけど、友達が、ママが